竹下通りで1万円使い切るまで帰れません。あつおちおちです。とみちゃんです。そしてりっちゃんです。はい、えっちゃんです。イエーイ、久しぶりのコラボですね。モモメンバーが再開しました。りっちゃんおしゃれだね、今日はね。今日はちょっとハットね、かぶってね。すごいね、なんか変わりました。えっちゃんちょっと、ね、福岡になったね。福岡になったね。ちょっと青ひげが生えちゃったね。かわいい、かわいい。脱毛してますね。ちょっとおでぶちになっちゃってね。かわいいね、かわいい。ちょっとでかくなった。ちょっと成長期ね、ちょっとね、入ってね、すぎちゃって。おしゃれな帽子とかね、かぶっちゃってね。ねえ、いや、かわいい、4人ともかぶって、ね、はい、新メンバーでございます。はい、よろしくお願いします。はい、オルタナさん来てくれました。やったー、やったー。お久しぶりです。ちょっと、見たいな、久しぶりに。いや、いいっすか。もう 100% だね。本当ですか。はい、みなさん、こんにちは、オルタナちゃんのネタです。はい、えっちゃんです。おい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 、しっかりやってくるな。絶対にもう普通の挨拶は使わせない。いや、びっくりしたもんね。おい、急にやるな、急にやるな。いや、でも嬉しいですよ、本当に久々に会えて。トミーちゃんと初めて。いや、嬉しいです。ありがとうございます。今回はですね、竹下通りで1万円分使い切るまで帰れませんという企画をやりたいと思います。やったー、いいね。ちょっと昔もね、思い出して。そうですね、まあ言っちゃえば大食いっていう形になるのかな。大食いはね、やっぱ渋谷さんの得意分野だと思うのでね、いけます。ただね、今回は登録戦です。1時間以内に1万円を使い切るというルールでございます。はい、はい。で、もしも1時間以内に食べきれなかったら、一番貢献していなかった人に罰ゲームが与えられます。わー、すごいな。やばい。はい、罰ゲームはこちら、ペヤング極激辛ファイナル。やばい、これきついな。これが、食べたくない人はたくさん食べようねっていう。なるほど、頑張んないといけないよね。はい、で、今からですね、はい、こちら1万円で、竹下通りにある店の商品を買ってここで大食いする。なるほど、なるほど。そういう流れになってきます。じゃあまずは竹下通りちょっと観光してこようか。なんで、はい、なんでギャル女子観光していきましょうか。それでは行きましょう。はい、というわけで、はい、竹下通りに向かっております。はい、はい、ドミちゃんいます。いい天気だね。どこだよ。どこだよ。めっちゃ雨。あの、オルタナの撮影はこの前にしてるんですよ。そうなんですよ。それでも食べる企画やってたの。そう、そこからの一番だからね。まさかの企画かぶりっていうね。ドミちゃんが結構ね、お腹いっぱいついてたから。いや、私今、あの10割です。ねえ、いや、もう終わりだよ。ほぼ終わりだよ。めちゃめちゃ高いものないと思うんだよね。まあそうだね。まあそれこそさ、いちご飴とかさ、量少ないけど結構高い気したんだよね、あれ。あ、そうだね。1本1000円とかしたんじゃないかな。そんなにする。あと、トゥンカロンっていうの。トゥンカロン、まあ高いね、でもあれね。あれね、1個480円ぐらいするから。クレープ屋さんある。あ、クレープ屋さんある。ちょっとクレープ見てみる。クレープ原宿っぽくて良さそう。そうだね。結構ボリュームある。お、すげえ、めちゃめちゃボリュームあります。いや、でも一つはやっぱ、サムネとか用にも欲しい。出た、YouTuber 魂が。やっちったね。出しちゃった。でも欲しいよね、クレープはね。そうだね。ここで買ってくよ、もうクレープ。じゃあ帰りの方が溶けちゃうから。帰りに買おうか、じゃあ。あ、そうか。はい、じゃあ帰りに買います、パフェ。うん、石田さんがいます。かわいいね。この可愛いモデルさんだっけ。誰。可愛い、内丸さんです。じゃあうちのメンバーなんです。今誰、今誰こいつらって言ってました。こいつらとは言ってないわ。ジャンプしてるじゃん。そうなんですよ。皆さん買ってあげてください。買ってください。ヨッチーは出てこない。あ、だから俺は忙しかったから出れなかった。あ、撮影が合わなかったから。断った、断った。そう、そういうことね。合わなくて断っただけ。うん、1000円するって。え、すバナナシェイク、これ1000円。それいいじゃん。え、これは行きたいね。これ1個買います。うん、これ1個買うか。バナナ倍増のやつ、じゃあバナナ倍増1個買います、ね。そうだね、はい、見てください、バナナシェイク。はい、買ってきました。これで1000円、はい、ですかね。高級なバナナ。これ1000円ですか。これ1000円なの。これは幸先いいですよ。はい、はい、というわけでトゥンカロン。トゥンカロン、トゥンカロン店ですね。いいですね。あれ、これコスパいいんですよ。これちっちゃくて高いっていうね、これぐらいなんですけど、原寸大480円するんですよ。じゃあ買ってきましょうかね。はい、はい、買ってきます。
トルネードポテトと、リン…おいおい野獣馬かって野獣馬、おいそう、これやられてもらやめろ、ってる、ってるやられたら困るね、これ確かにトルネードポテトと、リンゴ飴いちご飴いちご飴で1600円でした。あ、いいね、いいね。ちょっと待ってるんですけど、ヨッチがいないんでヨッチトークしましょうよ。あ、そうだね、ヨッチトーク。いやでもドミちゃんにいろいろ聞きたいね。はい、ヨッチの、ヨッチの暴露、暴露ですか。まあ、いっぱいあるんですけど。いっぱいある。あ、でも最近はヨッチさんって鼻毛がいつも出てるんですけど。今日も出てたね。今日も30分ぐらい出てたね。いつもめっちゃ出てるんですけど、うん、あの白髪の鼻毛が出てきたところですかね。寸劇とかでアップになるんですけど、うん、出てますね、コメントで。揺れるな、コメントで来てんだ。あ、来てます。揺れるな。ヨッチ鼻毛シーンで時間がつけられてます。じゃあヨッチの好きなところ、いいところ、いいところね、これも一応一応ね、はい、ないかもしれないけど。ヨッチさんのいいところ、うん、ちょっと考えさせてください。やっぱ時間が必要。でもヨッチのいいところはなんか昔よりもすごい、昔も頑張ったけど、はい、今の方がなんか俺が盛り上げなきゃっていう、あ、なんかそのプライドっていうか、ボンボンのために俺は盛り上げるとってのがより強く感じられてる。あ、そこはやっぱね、すごいところなの。ヨッチちゃんはある思いついた。私は今のと同じかな。あ、今のもそうですけど、まあこれはちょっとあの技術的なんですけど、編集がすごい上手くて。お、そうなんだ。そうなんですよ。その編集のこだわりとかも私すごい教わって参考にしてるんですけど、なんかうっさんの編集すごい分かりやすいんですよ。なんかテンポ感良くてすごいなって思って。それはすごい才能だ。なんか編集はゲームだって言ってました。なんかダサいなよっちゅう。編集はゲームだ。まあじゃあ、お気に帰る人と別れてくださ。そうやな。あ、確かに確かに。よいしょ、やばい、綿菓子の寿命が短くなってる。これ持って、みんなは拠点戻ってるんですよ。あ、オッケーオッケー、先に戻ってる。先に戻ってください。はい、よしよし、行け。はい、戻ってます。気をつけてね。はい、オッケー。クレープはちょっと選ぼう。じゃあ、今はい、こちら1万円分の商品でございます。映えですよ、見てください。カラフルです。これ、はい、内臓っぽいのはですね、実はあのレインボー綿飴です。あの僕も戻ってきてびっくりしました、ね、うわー、もう取れないよこれ。食べきらないと。でもそうだね、1枚ならない。サムネで見た人びっくりするよね。あれはどこみたいな。いや、これなんか光るみたいな。あ、そうなんですよ、これ見てくださいね。いきましょう、せーの。お、すごい、これは映えるね。はい、映えてる。もうこう、はい、分離しました。ちょっと時間かかりましたね。でもこれ本当に1万円分ですからね。あ、これでぴったり。なので、じゃあ1時間以内にですね、食べきっていきましょう。はい、はい、スタートー。はい、よいしょー。食べていきましょう。え、じゃあまずはじめ指差しでさ、指差しでやろう。うん、第一志望で。はい、ね、まあ、バナナシェイクはめちゃバナナシェイク、これなんならこいつ一番高い。高いから、はい、うん、第一志望が、はい、ちょっと、いきましょうか。いきますか。せーの、はい。ガチすぎだよ、みんな。じゃ、じゃんけんだよ。じゃんけん、はい、最初グー、じゃんけん、はい。うわー、最初グー、じゃんけん、はい。はい、こうでしょう。はい、内藤さん、バナナシェイク。はい、1000円分貢献します。800円ゾーンか、ここが。あ、なるほど。いきます、せーの。はい、せーの、はい、ジーパイ。お、お、かぶってない。ジーパイかぶりしました。あ、ジーパイかぶった。ジーパイ、はい、あらら、最初はグー、じゃんけん、はい。あー、ジーパイ食べれる、これ。食べる。ほんとにでかいよこれ。分ける、さすがに。え、でもトミちゃん、いける。いける、でもいける。マジ。全然いいよ、言われて。チベスさんは、僕、いちご。どっち、いちご飴する。いや、私、いちご。いける。はい、じゃあ、まあちょっとチャレンジしてみて、もし無理だったら、ちょっと分けるか。はい、で、よっちが、じゃあ、僕はこのレインボーワタアメにします。レインボーワタアメ、出た。はい、こいつは責任持って食べます。はい、はい、ちなみに、これ、ジーパイは半分にして400円っていう加算にします。なるほど、半分。
じゃあ皆さんそれぞれ、はい、食べていきますか。はい、いただきます。じゃあいただきます。何これ、何食ってんだよ。新種の食べ物、ね、歯終わったわこれ。いやこれ楽勝でいけそうだな。うん、案外1万円したらそんなに。うん、うん、はい食べました。一瞬です。バランシーコメントしたー。いいね。第2陣、はい、はい、いきますか。はい、せーので、せーので、はい、せーの、はい、ヨッチは2連続で、まあ確かにコスパは一番いいかもしれないね、うん、じゃあヨッチがそれで、はい、俺たちこれ、はい、じゃんけんしますか。じゃんけんすか。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ僕このトルネード、お、いっていいですか。ペラペラになってんだよ。一枚のボール。え？うわ、うわ、ちょっと重そう。良さが、あ、でもうまいうまい。え、これでかいわかなり。あ、うまい、うまいね。めっちゃ美味しい。めっちゃ冷めても美味しいね。サクサク、あのね、味付けがめっちゃ美味しい。でも、二人はさ、大食いしてるからさ、うん、余裕でしょ。まだ余裕よね。うん、全然いけるよ。どう最近。急に。ね、オルタナもさ、二人からさ、ちょっと増えたじゃん。うん、メンバーがね。そうだね。やっぱメンバーは増やさるを得なかった。これからやっていくの。それで言うと最近、うん、内藤の弟も出るよ。マジで。そう、昨日もうちょうど撮影してきて、加入しますっていう、うん、え、マジで。そう、だからオルタナの中に TK 兄弟と内藤兄弟の2つ目の兄弟がいる。なるほど。で、俺は未だに親とか家族に YouTube やってるって言ってない。いえ、よくここまで来れたな。隠し通してます。無理だよ。はい、完食です。バレてるよ、絶対。油だらけ。どれも食べありました。おーい、くんからん。残り50分あります。もう食べちゃって遠慮しちゃってるもんね、ちょっと。俺待ってるもん、早すぎて。じゃあ2人がさ、これから YouTube で戦っていくっていうわけじゃん、うん、昔は100万人いったら、うん、OK みたいなさ、はい、そういう感じあったら100万人目指そうみたいな。あったね。今って多分さ、300万人、400万人じゃないじゃん、絶対。そうね、登録者数が目標じゃないよね。今何が目標、2人。昔だったら数字がさ、明確な目標になったけどね、うん、ここ目指そうって言ったら結構それに連動したじゃん、数字も。そうだね。頑張ったら頑張ってもいいんだっけ、うん、今って必ずしもそうじゃないね。そうなんですよ、うん、でも前まではやっぱ未来にその楽しみを先延ばししてたっていうか、あ、そう、あれを達成するために今頑張ろうみたいな。はい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 、はい、そっちだったのよ。なるほどね。でも今はその未来の目標ってのは結構確かなものじゃないから、うん、もう今を楽しもうっていう感じ。未来に先延ばしじゃなくて、今どうやって楽しむかみたいな、そっちに切り替わってきたかもしれない。確かに、うん、そうなってきてるかもね。そう、確かに。そう、自分がどれだけ楽しめるかになってきてるよね。新世代 YouTuber とさ、コラボすること やってるじゃん。そうだね。デイフラとかとさ、ドライブやってたら、うん、じゃん。やっぱ新世代 YouTuber ってどう考え方が違う、うん、彼らは、彼女たちは。まあ、まあ変わんないよ、普通に。変わんないか、うん、特に何か変わるとかないけど、あ、楽しい、普通に一緒だと思う、だって、うん、そんな、うん、まあ、よっちは置いといて、まあ、なんでだよ。こっちさんには同じだから。こっちさんには、お前ちゃんとね、お前、そうそう、トミちゃんとコラボしてるのと新世代とコラボしてる、あんま変わんないから。あ、そっか、そうだよね、うん、確かにね。それも言ったらそうだね、なんかちょっと使うかも。使われますけどね。視聴者さんの見る目が違うぐらいだよ、その、あ、新しい人の方がさ、新鮮味あっていい。あ、そうですね。これはあんま変わんない。なるほど、いや、いいこと聞きました。で、そのパフェ誰食う？じゃんけんする。じゃんけんでいく。じゃあ男気じゃんけんで、はい、絶対にクソって言ったらダメよ。うん、オッケー。で、買った人がそれ食べる。オッケー、オッケー。男気じゃんけん、じゃんけん、はい。じゃあ甘いの大好き。勝つぞ、ドミニー。いや、まだ全然食べれます。勝つぞ、絶対俺がもらうから、パフェ。はい。はいじゃない、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 はい、いいか、準備が。はい、勝った俺、これ。おっとこぎじゃんけん、じゃんけんぽい。やったね、のびちゃん。のびちゃん、いいな。いいよ。そう、私、グレープ大好き。
きなんですフレープフレープフレープめちゃくちゃ動揺してる動揺しちゃってるやん。じゃあ私はトゥンカロンいただこうかな。トゥンカロンいただいていい？あれそれ内藤さんのやつじゃないの？内藤の あ、これは4つだって。内藤これも食ってないのまだね。隠してるけどね。え、ほんまや。え、ちょっと待って。うわ待って、ちょやばい今のモザイクかけないで。気づかなかったらそのまま行ってた。おい、そんなことない、そんなことないですよ。食べますよ。これちょっと待って、ブローン出すタイプやからね、それどっちか食おうか、マジでねえ、これは。え、いける？ゲームマスターがちょっと聞いたんで、それは。あ、いいですよ。でもさっきのチーパイと同じで。いいんかい？いいんかい？おい、いや、そしたら溢れてんな、これ。マジですか？今のと貢献度一番低いよね。だって、めっちゃ小さかったじゃないですか。だってこれ、1600円。いや、でも、めっちゃ小さかった。金額じゃないもんね、これ。量で。量じゃないですよね。それは話し合ってます。そうそう、話し合ってたよね。別に金額なんて一言も。え？貢献度って言ってるから。でも食べきれなかったらですよね、これ全部。あ、どうだどうだどうだ。はい。みんなで言う。せーのでギブアップ。いやいやいや、それは絶対俺が確定の最初にギブ。はい、完食です。はい。半分。さあ、トゥンカロンも。はい。はい。アロマさん。よっち何食う？え、まず説明しましょうか。まあ、わたあめね、レインボーわたあめね、2本食べましたと。これはゼロカウントだね。ゼロじゃねえよ。ゼロじゃねえよ。ゼロじゃねえよ。ゼロじゃないでしょ。で、あとこのね、お電球ソーダね。ゼロです。ゼロじゃねえよ。何も食べてない。ゼロじゃないのよ。あとはトゥンカロンだ。トゥンカロン。じゃあ待ってよな。おい、ゼロっておかしいよ。そう、ドミちゃんにかかって、ドミちゃんがいけるかどうかでね、いけたらもうみんなね、結構食ってんのよ、ドミちゃん、リアルにいけるだろう。そう、ジーパイ結構でかかったよね、あれね。正直もうギブアップしていや、でもね、まだ喋れてるから余裕です、彼女ダメな時は本当喋れないんで。はい、喋ってないね、もう。せーの、ギブアップっていうけど、俺が言ってないから、一体何か言おうとしてるんだよ。それは肺に空気入れるのやめて、ね、肺に空気入れるのやめてくれ。何も言うな、まだ出すな。おい、俺まだ言ってないから。ギブアップということは、ということはじゃないか、まあ、全員罰ゲームということで連帯責任になるんですよね。あ、なるほど、じゃあ食べないとダメってことか。そっか、この中に分けるね、じゃあ。え、何？あ、分ける。そうですね、言ったことしないでください。変わったことしないでください。何してんですか。これでちょっとドミちゃんがね、ちょっと助けてほしいって言うんでね。これ今貢献ポイント今高い。あ、じゃあ俺貢献しますから、もう全部入れとるやん。これくらいで。いや、でもこれが貢献ですよね。仲間の仲間、ありがとうございます。俺に言うんです、それは。なんで内藤さんに言うの。貢献したな、今のは。はい、貢献した。飲みました。お、いいね。貢献しました。すごいね。これで1カウントだったら頭いかれてるから。でもドミちゃんは苦しいから俺は飲んであげたっていう貢献は、これもうみんな認めてほしい、本当にね。でもそれ思いついて提案したのは俺だよね。そうですね。え、それは汚いわ。それを良かったら 0.1、 0.8、 0.1。 ああ、平等平等だね。アホ言ってよ。とりあえず、あー、すごいすごいわ。すごい、ドミちゃんやっぱすごい。よくそんな顔できるね。すごい、よくそんな顔できたね。ドミちゃん貢献度がすごいわ。くじつけただけだろ、ストローに。すごいわ。いただきます。止まらない貢献が。うわー、すげえ。これもいっちゃって。うわ、すごいわ。編集的にどんどんドミちゃんが食べてるみたいになってる。お、全部食べ終わった。これで、おい、うん。さあ、ということで、残り時間30分を残して、食べ終わりました。余裕。はい、もうクリアしたんで、はい、これはもう罰ゲームなしということで。うん、そうですね、なしです。ありがとうございます。クリアした。いやー、よかった、協力してね。協力してね。いけたね。協力？罰ゲームないけど、一番貢献してなかったけど。確かに確かに。そうだね、協力してねってさっき言ってたじゃん。一番貢献してないの。建前とか言ったけどね。じゃあ私から食べたもの、はい、ジーパイ半分。あ、ジーパイ半分と、あとこれ半分。うん、いったね。半分じゃねえよ。半分じゃないの。半分、半分以下で。クレープはちょっとだけ。うん、上のところ食べたね。トゥンカロンと、ちょっと待って、お前今のところ全部半分だからな。全部半分、ジーパイも半分にしたし、こうパフェみたいな半分、半分以下だよ、半分以下。トゥンカロン食べました。トゥンカロン、トゥンカロン食べたよ。当たり前だよ、トゥンカロン。結構食ってる。結構すごいよ。食ってるじゃないのよ。いや、ジーパイも俺本当にもう
これこれだけだった残ってた。え？あのドミちゃんがあのこんなでかいの食べて、俺が残ったのこれこれぐらいだったから。俺ほぼ食べてない。擁護すんなやってくれます。ただ待ってください。隠そうとしてたから。いやこうやって。違う。いや隠そう。食べてる途中だったのになんかあげちゃってはい見つけました。はい違います。途中だった。それは認められません。もう本当にもう濡れ切る。あれはマイナス。もう違う。バナナジュース飲んでるね。そうだ。飲んでたね。そう、これ一番高い。え、だから何？いや、俺からしたらこれゼロだよ。いや、これ違う。これもゼロだよ。あなたたちはこれをゼロと言います。あなたたちはこれをゼロと。いや、で、渋谷もね、結構食べてね。ちょっと待ってて。長いやつ3メートルぐらいあって。3メートルもないわ。渋さんはこの中で言うと一番高いかもしれない、冒険のね。そうだね、まあまあ確かに。食べてたね。じゃあ俺も弁明させてよ。あ、じゃあ、はい、俺はみんなが絶対手をつけないものに先に手を伸ばしました。しかも2連続。いやでも俺は本当にだから誰も手つけない、ね、こう誰もね食べたくないって言ったら失礼だけど。確かに。いや最初のめちゃめちゃうまそうなやつからこれ見たらやっぱりちょっとあれってなるよね。だから責任持って俺は食べようと思って。責任持ってって責任持って自分で買ったからね。自分で買って写真まで撮ったからこうやってこれってから、じゃあそれはもう責任持って自分で食べよう。じゃあ上もゼロじゃん。貢献ゼロじゃねえよ。ゼロじゃないの、貢献してるじゃん。じゃあ、あと質問トークとか入れ込んだりしたから急になんかぶっこんできたもんね。トゥンカロンもちゃんとレビューしたし、一口言ったし。誰も聞いてなかった。記憶に残ってない。カットされてるし。カットされてない。カットされてないよ。カットされてるし。されてない。ボンボン TV への貢献っていう意味でもドミちゃんのが大きいよ。なんでだよ。多分視聴者さんこっち側しか見てないからもう。おい。貢献ゼロだ。めちゃめちゃしっくりきてるやん。逆にそう動画妨害してる。だって待って。俺結構買いました。俺買いました。わたあめも雨の中買いましたこれ。雨の中買って。誰が一番貢献してるのタイトル。貢献王。貢献王ですよ。そうですね。にしても貢献王。そうだね。そうですね。本当にないもんね。メスは貢献王ってこと。そうですね。余地貢献王でもいいね。はい、じゃあヨッチは貢献王でした。ちょっと嫌だ嫌だよ嫌だ。じゃあこの動画が公開した直後1週間ヨッチツイッターのアカウント名を俺が一番社会に貢献してる。もういいね。どうでも罰ゲームみたいになってんの。いいね。変わりすぎなんだよ最近ツイッター。俺の今のツイッターボンボン TV ヨッチ変態だからね。いいじゃん貢献。毎回ついてるよ俺罰ゲームで。いいじゃん、なりたかったんだから。そろそろ外れるよ俺多分。認証マッチョ公式ツイッターにも貢献してないからね。おいおい。じゃあそろそろ締めていただいて。そうですね。はい、締めていただいて。俺から始めた。俺からタイトルコール言ったらイエーイとか言って締めていただいてじゃないの。締めていただいて。さあということで、今回はいかがでしたでしょうか。1万円企画、本当に3人で頑張りましたね。はい、ということで、また見たいと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、今回コラボしたオルタナさんのチャンネル URL ですね、概要欄に記載してありますので、ぜひチェックよろしくお願いします。オルタナさんとね、コラボしたのでチャンネルぜひチェックよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画で待ってまーす。